餅つきしたいなって思ったんですよ。買ってきました。トップバリューのもち米ができました。やっぴー、ラムズキュン。明けましておめでとうなんだけどさ、実家に帰ったんですよ。実家に帰って餅を食べたんだけどね、餅うめえなーって思いながら食べてたんだけど、餅つきしたいなーって思ったんですよ。で、いろいろ餅つきどうやってやるんだろうと思ったらさ、キネとウスをさ、借りなきゃいけないという、しかもバカでかいし、で、うち賃貸だから、こんなね、ぺったんこ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 、あ、これ米田2000のネタなんですけど、これやったらさ、近所迷惑にも程があるなっていうことで、気軽にね、自分でも餅つきができるんじゃないかと考えたんですよ。はい、買ってきました。トップバリューのもち米、これを使ってね、ちょっとね、独自の餅つきをしていきたいと思います。まず炊きます。はい、うちのミーアキャットたちがね、ママどこ行ったのってやってるんですけど、まずね、米を研がないといけないんだよね。こんぐらい、これを、もち米は洗った後3時間水に浸します、だって。ちょっと面倒くさくなってきたな。まあ、とりあえず洗おうか。普通に米と同じ感じよね、多分1号よ。スイッチオン。待ちます。炊き上がりました。その間掃除機かけたり洗濯したりいろいろしてたわ。偉すぎー。おー、なんかお米だね。あ、でも寝ちゃっとしとるわ。え、水多すぎたかな。ねっちゃりしてるわ。え、水多すぎたかもしれん。なんかおかゆみたいになってるぞ。まずね、もうね、きな粉買ったんで、きな粉として食べたい。きな粉餅だね。これさ、固まった砂糖ってどうしたらいいの？うまい。よし、じゃあ早速餅をつきたいと思います。どうやって餅をつくか、それはですね、このもち米を口の中に入れていっぱい噛んだらお餅になるのでは、そう思いついたのが私の1月1日です。それでは早速やっていきたいと思います。暑そう。いきます。まず口の中の唾液をなくさないといけないんだよな。
全然まとまらん。甘酒ができました。もう一回口の中入れるの嫌だな、これ。もう動画なんかこれ食べるからよ。きなこご飯見てください。キネで叩いたらお餅になりました。ほら、ちょっとまだ米感残ってるけど。お餅、お餅や、すげえ、お餅になった。家でもこのキネさえあれば、キネじゃねえや、なんかこの棒、伸ばし棒あればお餅ができます。ぜひやってみてね。口でやると口かみ酒になるよ。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。